はい。フリーライターのいつか笑って過ごせる日まルで,です。政権放送は政権放送ではない。政権が話すのではなく、政権について話すものということでですね、えー、やっていきたいと思います。まあ、あのー、これね、あの、もう、画面を見ずに僕の声だけ聞いていると、何を言ったんだこいつは、というふうに思われた方もいるかと思いますけれども、えー、ちょっとあのそういう方はね、あのー、画面を見ながら話を。 今の,のタイトルをね、見ていただければと思います。はい。ということでですね、まあ、あの、最近ですね、あの、平塚さんの件もあって、政権放送、政権放送っていう話をしていたので、政権放送について話をよくしていたので、政権放送っていうのを文字で書く方が多かったんですけれども、これ、あの、政治の権力、政権放送、この後者の方ですね、画面に出ている後の方の、 政治の権力の放送の方になっている方が結構おられて、これ違いますよっていうのをね、ちょっと言いたかったんですね。で、またこれ、どうやって覚えたらいいんですかねっていうあたりっていうのもちょっと話していきたいと思います。ということでですね、まあ、あの先ほどから言っている通り、正しいのはこっちの上、政治を見ると書く方の政権放送が正しい。政治の権力と書いて放送すると、これ違うものになってしまうというところなんですよね。 でまあ、あのこの意味を、ね、見ていくとちょっと分かりやすいのかなと思うんですけれども、政権、政治を見る方の政権については、えー、政治を行う上での意見であったりとか、見解を言うものというのが、えー、政権なんですね。政治を見る方の政権。出展はデ,デジタル大事臨、じゃないです、大事線ですねデジタ。失礼しました。デジタル大事線、小学館ですね。で、えー、と 政治権力の方の政権、まあこれはもう政治権力の方なんですけれども、政治権力みたいな感じなんですけれども、まああの、同じくね、辞書を引いてみると、政策を実行し、統治機構を動かす権力ということで、まあ政治の権力ですよね。まあ、じの、じそのままですよねっていう話なんですけれども、こうなると。要するに、あの、政権というのは、政治に対する 見識っていうのをみんなに伝える候補者の人が自分の政治的な見識こういう風に考えてるんですよっていうのを言うのが政権放送なんですよね。という風にね覚えていただければ覚えやすいのかなという風には思うんですけれどもはい、まあ、政権放送ってだいあの政治に対する見識ってのみんな言ってますよねこうしたいんだああしたいんだ 例えば消費税を減税するべきだとかね。いや、増税するべきだとか。まあ、増税するべきだってわざわざ政治圏放送で言う人って少ないと思うんですけど、うん。税金を安くするべき。で、あったりとか、なんかこういう制度をするべきなんだと。子供手当を配るべきなんだとか。高速道路を無償化するべきなんだとか。これ、まあ、あの、民主党政権の話で、大体、あの、一体どこに飛んでいったんだろうみたいなものが多いんですけども。そういうところをね、やっていくと。 そういうところをやっていくじゃないそういうことを言う。要は、警察不正を許さないんだとかね。まあ、NHK をぶっ壊すって言って、あの参議院議員になられた方もおられましたし、いろいろな主張があるわけですよね。通った人、通ってない人。いろんな主張がある。それを、えー、みんなに聞いてもらう。で、私の言ってることって正しいですか正しいと思ったら、投票してくださいねっていうのが政権放送。政治を見る。 政治の見識を皆様に伝える放送というのが政権放送です。ぜひね、あの、次からね、間違わないように書いていただければいいかなというふうに思います。結構ね、あの、普段いろんなことを教えてくださるような、白識な方がうっかりなんだと思うんですけども、多分普段ね、あの、安倍政権とか打ってて、そのまま政権放送って言ったら政権になっちゃったと。政治権力の方になっちゃったということだとは思うんですけれども、まあ、あの、次からねあの、しっかり政治を見ると書いて、えー 結構ね、ほんと、あの、支持してくださる、僕のことを応援してくださる方も結構政権、政治の権力になってたし、まあ、案次の方も結構政治権力の方になっていて、なんかあの、おって、結構みんな間違うんだねって、分かってないんじゃなくて、多分50、 うち、打った時に出てしまった変換ミスだとは思うんですけどね。一応ちょっとこの辺についてちょっと説明しようかなと思って説明させていただきました、えー。よろしければですね、チャンネル登録していってください。フリーライターのいつかあって過ごせる日まりで,でした。